くから薬用に使用されてきたブドウは化合物プールが高く、低の間隔で精製糖を含む製品の代わりに摂取すると体に信じられないほどの利益をもたらすことにより多くの代謝疾患に適しています。ブドウの利点は何ですか？いつ、どのように、どのくらい摂取するべきか、一緒に調べてみましょう。特典に進む前に無料でチャンネルを購読できます。毎日新しい情報ビデオをお届けしています。1日に一握りのグレープスを消費する利点は何ですか？ブドウの可溶性繊維は消化器系の食物が腸管をより簡単に通過するのを助けます。またタンパク質である酒石酸も含まれています。酒石酸は腸内の善玉菌に栄養を与えることで消化活動を改善します。同時にブドウには銅、鉄、カリウム、マグネシウムなどの有益なミネラルが含まれています。これらの物質はペーハースケールのアルカリ性ミネラルであり、酸のバランスを助け、潰瘍や逆流などの問題のリスクを軽減します。一方、腸内の善玉菌の餌となるブドウは消化によって有害な細菌や毒素を除去することで全体的な消化活動を改善します。一方、ブドウは抗酸化物質の豊富な供給源です。自然食品から得られる抗酸化物質は非常に重要です。ブドウに含まれる多くの化合物はウイルスや細菌に基づく病気から保護します。それに含まれるビタミン C は体の防御システムで重要な役割を果たす白血球の産生に貢献します。これにより防御壁が強化されます。特に黒ブドウは赤血球の生成と体内の酸素の輸送に必要な鉄ビタミンの点で他の品種よりも豊富です。これらの能力により貧血を防ぎ全身のシステムを強化します。さらにブドウなどの高カリウム及び低ナトリウム食品には心臓の健康を保護するための積極的な活動があります。半分のブドウには約 200mg のカリウムが含まれており、これは1日のカリウム必要量の 20% を満たしています。このミネラルは健康な血圧レベルを維持するために不可欠です。ブドウはカリウムの必要量の一部を満たすための非常に良い選択肢です。同時にそれに含まれるビタミン B 誘導体は電気信号の速度と効率を高め、神経系の適切な機能を確保する神経症であるミエリンの形成に必要です。神経系が健康的に機能するためにセロトニン、メラトニン、エペネフリンなどのホルモンの分泌はブドウに含まれる豊富な化合物プールによって促進されます。より健康な筋肉と骨組織のためのブドウ、ブドウにはマグネシウム、リン、マンガン、カリウム、ビタミン K など骨の健康に必要な多くのビタミンが含まれています。一方、含まれるカリウムとマグネシウムは筋肉の収縮を調節することにより活動と機能を高めます。同時にブドウには多くの強力な抗酸化物質が豊富に含まれています。大量のビタミン C と β カロチン、ケルセチン、ルテイン、リコピンが抗酸化物質として働き、体内のがん細胞の増殖と拡散を防ぎ、がんに対する保護を提供します。ではブドウの害は何ですか？どのくらい消費されるべきか。まず第一に、ブドウは消化と胃の健康に有益ですが、摂取しすぎると腸系に過負荷を与えて悪影響を及ぼします。またいくらヘルシーとはいえ、ブドウをベースにした果物である程度の糖分が含まれています。このため糖尿病患者はブドウを消費する際に注意する必要があります。では1日にどれくらいのブドウを摂取する必要があるのでしょうか。専門家は1日に半分のブドウを週に3から4日摂取すると健康に非常に有益であると報告しています。特に不健康なスナックの代わりに健康的な果物を選ぶと健康レベルが向上します。この情報に照らしてブドウを栄養プログラムに追加し、長期的にその恩恵を受けることができます。私たちのビデオが気に入ったら気に入ってチャンネル登録を忘れないでください。十分な知識を持って